何ですかそれ。なんか山梨出身じゃないですか、はい、シャインマスカットと巨峰のくず餅。おお、くずだから自分たちくず餅だよ。おいでこっちはあんずとレモンのくず餅、はい、くず餅買ってきました。これならなんかちょっと気兼ねなく食べれますね。確かに、はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。くず餅、あ、これうまそう。シャインマスカットと巨峰のくず餅、はい、とあんずとレモンのくず餅。へー、いいですね。開けてもらっていいですか。すいません。すいません。これちょっとしかも食べやすいようにそれぞれに入れ替えときます。ああ、ありがとうございます。それ嬉しい。苦手なのありますか。あ、ないです。なんもないです。おお、すごい、いいですね。苦手なのは僕をなんか変にだるがらみする人とか、いじってくれたとか。食べ物に苦手はないんですか。食べ物は大丈夫です。よかった。うわ、うまそう。まあ、そう、しかもいい匂いです。めちゃくちゃマスクしててもいい匂いがする、うん、あ、そうなんだ。スライムみたい。まずじゃあてってれれてってれれてるてるてる。うわー、すごい黄身みたい。これをこれと入れ替えて1種類ずついったらいいですよね、うん。あれ、で、あ、ごめんなさい、これが、何、何、何、色が分かりづらいな。色が分かりづらいな、ちょっとごめんなさい、これがこっち？黄色じゃないですか、同じじゃない。そうですよね、こっちがこっちですよね、うん、こっちがこっち。落とさないでね。落とそうですよね。ドキドキしてきた。はい、あ、ありがとうございます。はい、うまそう。うまそう。今日からお前の名前はうまそうだ。くず餅いただきましょう。いただきましょう。何から食う？何からいきましょうか。やっぱ山梨のぶどうからですか？山梨のぶどう？何？巨峰とシャインマスカット。紫が巨峰ね。はい。シャイン絶対うまいから巨峰いっときますとりあえず。はい。紫の。お。あー、くっついた。わー。あー、やばい。くっついた。あー、全部くっついた。全部くっついた。全部くっついてる。あー、やばい。見えま、撮りましょうか。本当に全部くっついてる。あ、私の手で見えないよ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、見ますか。あ、これ、これ、これ、向けてくれたら。あ、これ向けたら。つつ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 つ。全部くっついてる。全部くっ、スライムみたいですね。全部くっついてる。はい、巨峰くず餅。あ、おいしい。優しい味。優しい味。ニカッチもいっときますか。はい、私もいただきます。はい。プルプルだし、なんかしっかり巨峰なりしますね。結構真面目に食レポ。うまっ。もちもちもちですね、これ。うん、プル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 。くず餅って食べたことあるかどうか分かんないぐらいの感覚なんやけど、うん、こんな味なんやっていう。味は多分、うん、このフルーツのあんこの味だと思うんですけど。餅っていうよりゼリーみたいなね。うん、美味しい。うん、次何食う？なんかハイチュウのブドウの味に似てます。あー、はいはいはい、味はだけどプルプルがめちゃめちゃ美味しい。さっぱり、さっぱり味だよね。うん、これ冷やしたらすごくいいんだろうな、うん。そして次何しようか。レモンかあんずか。レモンあんず行こうかな。あんずこれだよね。はい、じゃあ取りましょうか。ああ、いいよいいよ、一緒に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 行きましょう。いただきます。うん、うん、あ、こっちの方が好きかも。縁日の味しません。縁日じゃない。なんか縁日の味、なんか果実みたいなのが中に入ってて、うん、あ、うまい。あ、違う、なんていうの、ゼリーじゃない、果実じゃない。あんずですか。ジャム的な。確
かに、あの、あ、このあのあんず飴みたいな味します、うん、あんず飴、さっきから飴とかあのハイチュウとかいや、美味しいですよ、まあ、うまいけどね、うん、外さない味だけど、プルプルだ、うま、これ冷やして食べたいな。どっちあれも行く、あ、どっちか行きましょうか。なんか意外とレモンの方がうまいような気がしてきた。そうですね、なんか肉が詰まってるとか、うん、シャインマスカットから行きましょう、はい、くつく食いづらい。配信しながらお弁当食べるのは食べづらいだろうなと思って、うん、このぐらい小さかったらいけるかなと思ったんですけど、取りづらかったですね、意外と。いただきます。いただきます。うん、あ、うまい。あ、うん、餅だ、うん、なんかプルプルでゼリーみたいなんだけど、ちゃんと餅の食感もあってね。そうですね、餅ですね。中にあのシャインマスカットのね、うんうん、ジャムみたいなのも入ってて、うまい、うまい。ちなみにこれ売れ筋商品だったのか、うん、こっちはラスト2個しかなくて、このシャインマスカットとくず餅の巨峰は、うん、レモンのやつはもうラスト1個だったんで、あ、そうなん、こっちの方が人気なのかな、かもしれない、うん、ちょっとレモン最後いっときましょうか、はい、結構ね、果実なのかジャムなのか分からんけど、取りづらい。うめえ。じゃあいただきましょう。いただきます。あ、やっぱりこれが、これだ、これが一番うまい。あのレモンの皮も入ってる、皮入ってますね、うん、これ当たりだ、うん、違った、別格だった、うん、一番うまいかも。フルーツですね、めちゃくちゃ、うん、別格だ。あの通常通りのプルプル感、もちもち感、うん、そしてジャムも入ってるんだけど、さらにレモンの皮も入ってるっていう、結構大量に入ってるよね、うん、うまい。これ、あ、これ食べたくて買うんだ、うん、これおすすめ商品ですね。あ、最後の皮が喉に、うん、いい感じで、じいちゃんじゃないですか、喉につっかえるわい。あ、うまかった、ありがとうございます。いや、よかったです、いい買い物した。さっきのゴキブリまた来たよ。もう何してんのよ。あ、神宮ありがとうございます。神の毛グッバイ、神宮、神宮、またね、またね、じゃね、ありがとうございました。おやすみなさい、ありがとうございました。この中にチャンネル登録するのにひよってるやついる？いねえよなー。